私の名前はカンコ。休日はもっぱら都会の喧騒から離れて日本全国の観光地を巡る OL だ。ここは千葉県富津市にあるマザー牧場。産経新聞や東京タワーを創業した前田久吉がお母さんへの思いを込めて作った牧場だ。私がここにやってきた目的はもちろん、動物たちとの触れ合い。羊さんふかふか、あー癒される。マーラ、初めて見た。一度夫婦になると一生別れることはないらしい。幸せに。ここでちょっと休憩していこうかな。いただきます。この濃厚なミルクの味、最高。キャラメルの香ばしさとナッツの食感もたまんない。熱くほてった体に冷たいソフトクリームがしみる。ごちそうさまでした。この開放感と可愛い動物たち、これぞマザー牧場の醍醐味。さて、次はどこに行こうかな。